ベガ2号はソビート連邦のベガ計画で用いられた宇宙探査機である。以前のベネラ計画の探査機を改良してババキンスペースセンターで設計され、5VK としてレイボチキンで製造された。2つの大きな太陽電池から電力を供給され、アンテナ、カメラ、分光計、赤外線音響器、磁気センサ、プラズマプローブ等の科学機器を搭載した。 4920kg の探査機は、プロトン 8K82K で、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。ベガ1号とベガ2号は三軸安定性で、ハレー彗星のゴミから保護するためのシールドを備えていた。ベガ2号のフライバイプローブから切り離された2日後の1985年6月15日に、効果モジュールが、金星に到着した。 モジュールは1 5 0 0ラムの重さの直径2 4 0トルの球形でランダーとバルーン型の探査機から構成されていた。フライバイプローブは金星をスイングバイし、水星の到着を待った。ランダーはベガ1号及び以前のベネラ計画の探査機と全く同じものであった。その目的は金星の大気と地表の調査であった。紫外線分光計。 気温、気圧センサ、岩水率計、ガスクロマトグラフィー、X 線分光計、質量分析器、地表サンプリング装置等を搭載した。蒸気化学機器のいくつかは、フランスとの共同開発によるものであった。ランダーは、6月15日3時0分50秒に、アフロディーテ大陸北部、北緯7.14度統計177.67度の地点に着陸した。 着陸地点の高度は、金星の平均標高から 0.1km 高い地点であった。着陸地点の気圧は91気圧で、気温は 736k であった。地表サンプルは地球にはほとんど見られないが、月の高地で見られる車長いはトロクトライトであり、この地域はこれまで金星探査車で探査された地域で最も古いものであると考えられた。データの伝送は、 56分間にわたって続いた。ベガ2号のランダーとバルーンカプセルは1985年6月15日2時6分4秒に 125km の高度で約秒速 11km の速度で近世の大気に突入した。おおよそ2時6分19秒に高度 64km でランダーのキャップに接続されたパラシュートが開いた。パラシュートとキャップは秒後。 高度6 3トルで切り離された。バルーンはその40秒後、波7.45度統計179.8度の高度6 1トルの地点でパラシュートによって押し出された。二つ目のパラシュートは突入から200秒後、高度5 5トルで開き、巻き上げられたバルーンを引き出した。バルーンは100秒後に高度5 4トルで膨らみ、 パラシュートと膨張装置は投棄された。突入から15分から25分後、バルーンが一度およそ高度5 0トルに達し、5 3トルから5 4トルの安定高度に浮かぶと、砂袋が投棄された。平均安定高度は5 3 6トルで、気圧は5 3 5リバール、気温は308から3 1 6 k であり、 金星の雲の三つの層のうち最も活発な中間の層であった。バルーンはほぼ一定の緯度で平均秒速66メートルの速度で吹く対上風に乗って西方向に漂った。プローブは7400キロメートル移動して6月16日9時10分に夜から昼に変わる境目に到達した。プローブはそのまま飛行を続け、 1 1 1 0 0トル移動した6月17日0時38分に何に7.5度統計76.3度の地点で最後の伝送を送った。それ以降、バルーンがどこに移動したのかは分かっていない。ハレー彗星が近づくと、ベガ1号は金星をスイングバイして、ハレー彗星を迎えた。1986年3月7日。 水星まで1400万キロメートルの地点から100枚の画像が初めて送られた。ベガ2号は3月9日7時20分に水星の核から8 0 3 0トルまで最接近した。コマのガス雲を通過中にはゴミが少なくなっていたことからベガ1号よりも良い解像度で700枚の画像を撮影した。しかしベガ2号は水星との接近中に ベガ1号が40%だったのに対して80%もの出力低下を起こした。3月10日と11日にも引き続き観測が行われた後、ベガ2号は当初の目的を終えた。ベガ1号は1987年1月30日に姿勢制御の推進剤を失ったが、ベガ2号は同年3月24日まで通信を維持した。ベガ2号は現在は 太陽周回軌道にある、ありがとうございます。